いちご狩りも楽しめる相馬市の和田観光いちご組合。しかし横のパイプがこれ外れてしまって何回もこう揺さぶられている間に連続的に下がってここでこんな風な形で下がってると。プランターを支えている支柱が地震で崩れいちごの苗は地面すれすれに。肥料や水を送ってしまうと水分で土が重くなりさらに崩れてしまうためこのまま枯らすしかないと肩を落とします。こうした被害は農園のおよそ2割で発生し被害額は800万円にも上るということです。我々にとってハイシーズンなんです。19日からの連休に向けてみんなでお客さんがいっぱい来るだろうから準備をしておけというふうなことで対応してたんですがそれがね、あいなくこんな状態になってしまったというのが現状で本当にがっかりしています。さらに今一番心配していることが余震がこれからも続くとしたらまた来たらそのギリギリで耐えているところが崩れちゃうんじゃないかなというような心配、これは大きいです。組合の平均年齢は72、3になっていると思うんで、だから気力の方がどこまで続くか。不安と戦いながらも、残った苗でいちご狩りや直売を続ける予定です。